全国的に学校が休校になって、うちの子供はまだ1歳なので、保育園に行ってるんですけれども、ただやっぱり大人もいろいろ予定のやりくりをすごく迫られるようになって、である日突然学校が急に行けないよ、で学童で過ごしてね、もしくは自宅で一日過ごしてねっていう状況に多くの子どもたちがなってると思うんですね。でそうなった時に、例えば学年の大きな子とか大人であれば、仕事の合間にちょっと外の空気吸ってこようかなとか気分転換ができると思うんですけど、でも小さな子だったりなかなかそういうふうにできない子たちも一定数いると思ったので、それであれば丸一日は預かれないけれども、何時間か外で一緒に過ごして、そこでリフレッシュ、気分転換をして、お家に帰ってまた宿題やるよとか、そういうような少しでも子どもたちの気分転換になればなと思って、こういった形の活動を立ち上げました。漠然とFacebook だったり友達に、こんなことできたらいいよねっていうのを投げかけてって、でも本当休校の要請が出てから数日のうちになんとなくやることのイメージは作って、でそこから具体的にご近所の学校の状況とか保護者の様子とかを聞いていったら、もしよければうちの子連れて僕も行っていいですかとか、私も行きますよっていう方が出てきたので、それなのでもう本当数日のうちにトントントンという形でまとまりました。子どもたちはやっぱり伸び伸びと過ごすべきだなというのを改めて感じました。ただその状況が状況なので、毎日とか何でもありだとは思いませんし、バランスを取りながらこういう機会をまた時々設けることで、一緒に過ごしてた大人も気が晴れるし、子どもたちのいろんな部分を発見できたと思うので、やってよかったなと改めて思っています。ステップも柔らかかったり、わざと段差の方に行ったりとか、こうなんだろう、自由なんですよね子どもたちって。だからそういう意味でも、そのトレイルランニングの本質を体現しているのは彼らじゃないかなっていうのをすごく感じました。